不在の今は王の意見が絶対。それは私たち王女であっても例外ではありません。姉上。父上は王なのです。あなたには理解できぬ言動も全て国の行く末を憂いてのこと。ご忠告ありがとうございます。ですが姉上には関係のないことです。うん、私も父上や母上と同じように国の行く末を案じております。未だ父上の優しさに甘えたくなる年頃なのは理解しますけど、少し控えた方がよくってよ。メルティ、姉からの忠告です。それが王位を継承する者としての責務ですから。メルティ、あなた。これで失礼します。父上。おお、メルティや。パパ。